おはようございます。12月13日月曜日の朝です。曇り空にカラスが2羽遠くを飛んでいきます。南の方に飛んでいってるのですが、いつもは北の球磨川の方に飛んでいくのですが、今日はなぜか南の方に飛んでいってます。今日、明日、雨の予報です。傘を忘れずに出かけてください。